ごっこで待機。キア。アダチパンチさん、こんばんエチ。こんにちは。皆さんこんにちは。いやーマジでちょっとごめんなさいね、苦戦しまして。いやあのさ、スマホとパソコン、 iPhone ね、 iPhone とスマホとじゃなくて iPhone とパソコンつなげるマジで大変でして、ちょっと直前でトラブって、ちょっと開始が若干遅くなってしまいました。申し訳ございません。いやー、配信画面もほらこうやって新しく作り直したんですよね。シグドラさん、ライスシャワーさん、ポータローさん、トッポさん、青空さん、こんばんは。カモコさん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。よかったらライブも週1くらいでやってるんで、遊んであげてください。ヨハーさん、こんにちは。モーさん、こんにちは。でもこのためだけに、これさ、パソコンとさ、スマホつないでると充電ができないからさ、代わりに、まあ今映ってないと思うんですけど、マグネット式の充電器をわざわざ買いました。やれやれだぜ。いやー、で、今回すごいヒヤヒヤしながらライブします。あ、ちなみになんか、声とか、音のバランスとか大丈夫でしょうか？音割れとかしてないですかね？まあ皆さんよかったら見ていってください。ヒヤヒヤっていうのは要するに家バレ、個人情報バレ、大変恐れております。環境しっかり整えてんの最高っす。環境整ってます、ありがとうございます。でまあなんか今回に関してはもうシンプルにまあモンハンナウなんですけど、まあ一応足立ハンターランク50までは進めてるんで、皆さん質問あれば答えますし、ちょっと時間空いてるときは、あれですね。まあ、ちょっと勝っていきたいなと思ってます。これペイントボールのところ10個、もうあるんですよ。ちゃんと連れてきてるんで。あ、日野良さん、こんにちはって言ったっけ？こんにちはです。ちょっと、絵的に、絵的にドスジャグラスいた方がいいかなと思って、ちょっと、ちょうど家の前に湧いたんで、撮っておいています。朝から。あ、昼か。12時からね。タネモさん、こんにちは。ということで、もう50ですよ。足立。そう。ランク50です。やれやれ。やれやれ。アダナはソリウミラルツ。ランク50。余裕ですね。たまりません。こんなの。メンバー歴8ヶ月足立。あ、8ヶ月。8ヶ月も経ってましたね。嬉しい限りです。ありがとうございます。あ、キクリンさん。ありがとうございます。すいません。ダブルクロスでランクされた。あ、家じゃないことはないんですけどね。家じゃないことはないです。家じゃないかもしれないですね。いや、どうなんでしょうか。ここは誰の家かちょっとわかんないですけど。よっしゃ、ダブルクラスでランクされたもん、そうですよ。そう、パオムはさ、概要欄に、動画のリンク貼ってるんで、ちゃんと見てくださいね。パオルム簡単なんで、本当に。足立のショート動画見たら、パオルム簡単ですね。はい、よろしくお願いします。あ、日野良さん、内面だ。内面だ。ありがとうございます。あ、レッツさん、こんにちは。挨拶だけのナウやってない片手剣使い。せっかくナウ片手剣強いのに。しかもこのゲーム無料でできるのにやってないの。もったいないねー。レッド君もったいない。君はせっかくのチャンスを見逃しているんだよ。うん、自覚した方がいいね。あ、やばい。良質難民が。いや、俺もマジで良質。最近は、まあ良質もそうだけど、レア後のあれも足りないんですよね。本当に。ちょっと厳しいんで、てかさ、冷静に考えてさ、もらえるアイテム決まってるわけじゃないですか。アイテムの数ね。4つ。4つ決まってるじゃないですか。でさ、その中でですよ、おっとちょっと運搬しありがとうございます。これで、ゲームに課金してもっと面白いコンテンツ届けられるってことですね。ゆうなぎさん。ありがとうございます。ここでナイスパ。ここでナイスパだ。ナイスパ。イエーナイスパー。いや、そう、そんな感じなんですよね。あ、まあ、せっかくちょっと音楽一回切るか。切って、こっちの、
こっちの音楽にしましょうか。えい。で、その、よいしょ。ちなみにですよ。ちなみになんですけど、この画面左、熱い招待コードをカッコっていうか、米印ライブ存続のためっていうのはもうまさにこの通りで、ペイントボールクソ高いんですよね。困っちゃうんですよ。ライブ配信するためには、ただペイントボールを使わなきゃ、今できないっていう状況なんですよね。あ、高井さん、こんにちは。いらっしゃいませ。なんでちょっとね、まあ、正直、この招待コードで、ちょっと皆さん、入ってもらって、モンハンナウアカウント作ってもらって、で、ハンターランク6まで育ててもらうとね、足立にペイントボール入ってきますんで、ちょっとよかったら、恵んでもらえないかなっていう、ちょっとライブ存続のためっていうのは、そういう意味ですね。タズさん、こんにちは。夜勤さん、普通の夜勤さん、ショートでちょくちょく見てましたが、ライブは初見。モンハンナン本当に神ゲー。いや、そうだよ。モンハンナン神ゲーです。スマホあればそれ繰り返してできそう。てか、冷静に考えて別にこれ読み上げちゃんいる？読み上げちゃんいらない？どっちですか、皆さん。サバカンさん、こんにちは。読み上げちゃんと俺の声被ってちょっと聞きづらいなら読み上げちゃん消しますんで、言ってくださいね。挨拶落ち、ありがとうございます。モンハンナン、ちゃんと続けるんだぞ。そう、スマホあればそれ繰り返し、そう。なんとなくね、まあでもちょっとあんまり複数アカウント作るのはあんまり良くないと思うから、ちょっと推奨はできないんですけど、まあ、もしまあアカウントまだ作ってない方がいらっしゃったら、あ、ウルタマさん、こんにちは。そう、モンハンナパンパンゼミね。そうなんです。それ見たのがデータ作った後でガチで別そんななんか読み上げ消す消さないそこまで来てないから、私は嬉しい。まあじゃあ一旦消してみますか。読み上げ消すだけなんで、はい。よし。今度の緊急はおそらくディアブロス。あ、ほんと。俺もちょうど緊急だよ。ちょうど俺も緊急だよ。一発やってみる？どうしようかな。ちょっと先にさ、まあ、一旦ちょっと画面切り替えますね。これペイントボールのところさ、致命的な住所バレポイントがあるからさ、これ映せないんですけど。この切り替え画面どう？まだ焦る時間じゃない。だってちょっと調子乗ってますね。はい、よいしょ。これもうちょっと音量上げようかな、ゲームの方の。よいしょ。切り替わった。ほい、どうもー、ヨレウスです。羽根もさんの絵拝借してます。ありがとうございます。いやー、いいでしょう。ケンちゃん、こんにちは。いらっしゃい。塩辛さん、こんにちは。そうだよね。もうちょっとね、市区町村出るのちょっときつすぎるなぁと思って。足立さんの立ち入りもいつかしたいなと思ってるんですけども。はい。そう、あのね、いつもみんな大好きイレウス。バチコリ芝居ていきたいなぁと思いますんで。一旦、ちょっとどうしようかな。まあ、小手調べにこいつやっちゃいますか。神王が星5以上なのかな。いや、そうだと思うよ。神王が星5だと思う。装備変えます。ちなみに、足立の装備今こんな感じですね。マイセット4つ作ってるんですけど、水、火、氷、雷、ですね。デフォルトは何もデフォルトになってないですね。いや、レースいいけどさ、レースと武器のデザインいいんだけど、強い分、その、作るのマジで大変で。まあ、ちょっと素材ここには載ってないけどさ、この見てください、このレベルアップのための素材がもうまずね、てかシビアなんですよ。レア2の素材12個でどうかしてると思うぜっていうところなんですけど、マイセットは使いこなすよ。当たり前だよな。モンハン民なら当たり前だよな。立ち入りできたらスマホのホーム画面にして、ね、それはちょっとまたお金をいただかなきゃいけないかもしれないです。補作権料。ちょっと一回こいつ、ウォーミングアップで、一狩りしますわ。属性値はもうね、本当に高めてるんで、よろしくお願いします。ヨレウス、簡単です。ボコボコにします。ふーん。まだまだだね。悲観の。まだまだ。当たれ。おらー。あんまりちょっと、SP 技使いたくないので、ここは保存します。温存。これはこう。
君はそれをやってくると僕は知っているよ。あここ一回録音取ろうか。死になさい。聞かぬな。全部ジャスト回避して上手くない？あれもしかして私上手い？あ、死んでください。いや、そう、レウスレイヤーのノーモーション突進マジでね、俺さ、だから次のさ、あ、ちなみに皆さん12時に今日のさっき12時に、おお、やったね、良質な、ウロコラッキー、レイギエナの倒し方の動画出したんでね、あれめちゃ移動してる。レイギエナの倒し方の動画出したんで、よかったら皆さんね、いいねと、コメントもね、ちょっと、感想を書いてくれたら嬉しいなと思います。ちょっとここはもうちょっとわかりやすくしてほしいなとかあったら、60秒の動画なんですけどね、ちょっとなるべく頑張りたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。いや、良質助かるね。そのさっきの続けだけど、ノーモーションタックルがさ、唯一の要注意技なんですよね。特にレイヤー。レイヤーはノーモーションタックルさえ当たんないけど、絶対死なないのでも、簡単すぎるので。初心者に優しいレイヤーの倒し方では、ちょっとそこら辺をね、ちゃんと詰めて書いていきたいと思うんでね、よろしくお願いいたします。あ、可愛いですね。可愛いですね。一応足立片手剣であればある程度皆さんに使い方等とテクニックを、ああ書いてきたわ。実家のような安心感ですね、この。あれあ、ちょっとめちゃくちゃ移動してるんですけど、いや、そう、尻尾12本も集める気がしないと。いや、そうなんですよ。いやー、申し訳ない。ちょっとうますぎたな。申し訳ないな。田舎すぎてモンスターがいるとこまでの距離がありすぎる。いやー、そうらしいっすね。田舎さんちょっとね、なんか正直もうちょっと、なんか、もうちょっと地域格差ってないものなのかなと思ってたんですけども、なんか全然そんなことなかったよね。正直。ハルミンさんいらっしゃい。ちょっと挨拶できない人いたら申し訳ない。全然、あれですので、みんなのこと見てますんで。あ、ラグい。私1分前の世界にいた。え、ちょっと待って、逆に俺が1分後の世界にいる可能性はちょっと申し訳ございませんでした。私が行き過ぎてしまいました。で、やっと瞬間移動収まったからな。俺の実家はどこだ？あれ？ん？なんか、全然違うとこ来ちゃったわ。まあ、ええわ。俺の家なくなりました。悔しいな。ちょっとこれ、最後まで、住所バレやらかさなければアーカイブ残せると思うんですけども、もし、やってしまった場合は、まあ、メンバーのところに残せるかも怪しいな。まあ、ちょっと、アーカイブ残せるかわかんないので、皆さん、この配信の、リアル性というか、この配信大事に見てあげてほしいと思います。後ろなんかこんなに動いたりして、いやー、なんかね、俺もこんなに普段動かないんですけど、なんか高いところとか地下とかにいるとこうやって動くことあるんだけどさ、俺んち高いところにある可能性あるな、これな。高層、もしかして俺って30階の高層マンションに住んでる金持ちの男だったってこと？そういうことかな。わさびさん、はじめまして。来てくれてありがとうございます。今日モンハンナやってるんで、よかったら一応ハンターランク50までいってるんで、まあ気になることとかあったらね、この私か、このドスジャグラスさんに聞いてくれたらと思っております。一歩家から出るとグワーって移動します。あ、どういうことなんでしょうか。なんでこの暴れん坊将軍し、いや、わかんないんですよ。なんか暴れん坊将軍するのあんまりわかんなくて。ワーさん、こんにちは。特定しました。もう悲しい。もうアーカイブ残さないかも。辛いな。もしも万が一、家が分かってしまった場合は、モンハンオフ会しましょうってことでね。まあ、絶対家のあたりが分かったとしてもよ。分かったとしても、俺がやってるかどうかっていうか、俺が誰かっていうの分かんないからね、みんなね。そう、やっぱね、ここに、ドスジャグラスがいないのといるのとでは全然違いますからな。この安心感、可愛さ。で、猫ちゃんも相まってね、画面が持ちますね。こっちの方がね。でも3時になったらいなくなっちゃうんですよね、この人ね。結構やり込んでランク44なのに。いやー、まあ。最初結構飛ばしたんで、出た瞬間に、もう1日2日くらいでずっとやってたから、そっからちょっとペース落としたんですけど、さすがに。足立一応仕事してるんでね。社会人やってるんで。はい。いやー、ありがとうございます。ギアセカンドで飛んで、いや、もうギアフィフスですね。はい。
もうニコニコしながら月のあたり飛んでるんでよろしくお願いします。いや最後にドスジャグラスさん消えちゃう前にちゃんと芝居て終わりにしてやろうと思うんですけど、お役目ごめんしたいと思ってます。この画面一つとってもジオゲッサーされそうなけど、それなにジオゲッサーって技術あんの？ちょっとそれもうちょっと教えてもらっていい？怖いんだけど。それされちゃうともうきついな。今のところ結構だいぶノーヒントな気がしてるけど、こんなどこにでもある入り組んだ住宅街みたいな道。大福物さん、はじめまして。来てくれてありがとうございます。どっちね、ジャグラスさんがね、この配信の絵をなんとか持たせてくれてます。とても可愛くていいですね。絶対にこの、なんか普通のゲームと違ってさ、タップするまで攻撃してこないからさ、とても可愛いなと思うんですけど。みんなの推しのモンスターもよかったら教えてください。明日の腕の筋肉覚えてから腕見ればわかる。やめてくれ。最近、ちょっと痩せてきてるから、なかなか難しいんだよな。いやー、俺多分最近どんどんね、運動してどんどん痩せてくからさ、もう涙止まんないんですよね。もう動画の投稿とか忙しくて全然運動できてないんですよ。はぁ。ジャグラスの素材足りない。ジャグラス素材足りてない珍しくない？いっぱいいるじゃん。サボってたでしょ、もしかしてジャグラス倒すの。ダメだよ。うん。ダメだよ。ラムネさん、こんにちは。この鉱石の配置やめてくれ、やめてくれ。やめてくれ。まあまあまあ、もし分かっても絶対に人に言っちゃダメですよ。個人情報を侵害しないでくださいね、皆さん。私は公開してるわけではないので。うん、あ、プケプケ可愛いよね。いや、プケプケ可愛いけど、たださ、雑魚プケプケとやって、たまたま毒食らっちゃった時にさ、めっちゃ毒ダメージ一生治んないじゃないですか。解毒剤ないから。一生毒食らってるから、あれマジで困るんですよね。普通に強い。飛びかがちね。いや、飛びかがち可愛いですね。飛びかがち多分俺の中で一番、なんか戦いやすいかもしれない。非常に助かる。ナウデのバルファラクさん、いや、無理だろうね。ビームとか、まあ、全然再現できそうだけどな。いけんじゃん。パオちゃんは可愛い。いや、そりゃそうだ。静かにしてる時のパオちゃん可愛いね。ちょっと歯むき出しのパオちゃんちょっと気持ち悪いのに、ちょっともうちょっと可愛い顔してほしいんです。ドスジャグラスさん、大食いケモンスター、イビルとかアンジャラフに食われかけてるの好き。あ、確かに。いや、可愛いんですよね。いや、そういうところも含めてジャグラスさん可愛いっていうことで、ちょっとこの髪の毛みたいな、なんか背中の毛がちょっと気になるっていうか、ちょっとトリミングしてあげたいんですけど、まあ、しょうがないな。オシアレウス、あ、いいですね。いいじゃないですか。やっぱみんな大好きじゃないですか、レスはね。ジョゲさん、ストリートビューの A だけで、地図上の位置を探るような遊びのやば。さあ、あったね、あったね。はい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 。なんか相当動画で見たわ、それ。ここはベルギーのここですね。みたいな当てるやつでしょ。あんなやられても終わりですよ。終わりです。ポテリさん、初見来てくれてありがとうございます。2周目入って、星6クルル倒せません。あー。いや、確かに星6クルル強くて。一応、まあ、私はこの装備だったら全然倒せてるかなって感じなんですけど。います？一応見ます？これですね。まあ、ジャグラスエッジは、多分まあ、レベル1とか2でもギリギリいけるかもしれないけど、やっぱグレード5いるんじゃないかなと思いますね。もしかして毒武器使ってますか？そっちだったら厳しいかもしれないな。なすびさん、ショートから来ました。ありがとうございます。ライブ配信、毎週やってるんで、よかったらね、チャンネル登録もして、毎週見に来てほしいな。ハート、よろしくお願いします。同じプケプケ5にやられて、発狂しながらギリギリ倒した。いやー、そうな、本当に怖いからさ、解毒剤いるよな、普通に考えて。押しモンスター賛成したら、ペイントボールつけて倒したと一緒手元より、あ、でもね、ペイントボールは、2日しか持たんのよ。ソラさん、こんにちは。来てくれてありがとう。そのね、なんかペイントボール課金アイテムだけど、まあ、ちょっと持ってもいいんじゃないかなって思うんですけどね。相変わらず、なのでもジュラとドスは嫌い。ドス？ドスってなんだ？あ、ジュラとドスか。ドスギルオスとかなんか別のドスの話かなと思ったんだけど。まあ、ジュラはね、ちょっと戦いづらいけどね。まあでも、ちゃんと避けたらね、いけるっちゃいけると思うんで、体力少ないからね、ジュラね。一回泥剥がしたらダメージ通りやすくなるんで。バンガクさん、こんにちは。あしたの動画見てダウンロードだけしたらいいけど、一回もできた。あ、バンガクさん。バンガクさん。呼んなきゃ。バンガクさん、フレンドなってたっけ？ちょっと俺のために、
あのこの招待コードを確か入れてくれてたような気がするから、そのまんまレベル6まで上げてくれたわよ。勝手に人の情報を公開していくスタイル。どれだ、いなかったっけな、万学って名前。なかったか、あ、なかったか。はあ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 、万学さん、ちょっと今がチャンスでしょ。あの、足立に、手軽に、お金を使わず、スパチャみたいなことができるのが、この左画面の熱い招待コードを入力してゲームを始めると。で、ハンターランク6まで育てるということなんでね、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よっしゃ、ゲコさん、こんにちは。ブリブリブリリブリブリさん、こんにちは。アムさんのリツイートから来ました。ありがとうございます。アムさんよくリツイートしてくれるんで助かりますね。あ、マダガスカル。それここマダガスカルね、うん、うん。ちょっと音割れしちゃったかもしれないですけどね。はい。アーさん、こんにちは。いやー、そう、ペイントボール1週間持ってもいいと思うし、ちょっと、なんか、高い。マジで。困ります、お客様。さすがに。あ、ちなみに、これさ、ちょっとみんなに聞きたいんだけどさ、今さ、この動画ってさ、巻き戻せないようになってるか、ちょっと確認してもらっていい？多分巻き戻せないと思うんだけど、っていうのも、もしも見バレ情報みたいなの出ちゃった時に、巻き戻されると困るんですよね。なので、巻き戻せないように、しているはずでございます。よろしく、お願いします。いや、そう、岩に攻撃はじかれ時間切れはね、ちょっとちゃんと、ターゲットをね、切るっていうのやった方がいいですよね。うん。そこはちょっと気をつけてください、皆さん。ありがとうございます。ちょっとコメントを頑張って読んでます。ちょっと、最新のところ読めてないですけど、ちょっとお待ちくださいね。ナスビさん、こんにちは。空手剣センスなすぎて弓に変えました。いやー、弓だったらセンスなくていけんの？あ、そう。空手剣いいけどな。すごく簡単だと、簡単というか、まあ、俺は手に馴染んでます。すごくいいです。タッチとかハンマーよりも好きですね。いやー、まあ、クルータッチもいいんですけどね、と。レイゲアナ倒してない。いやーね、初心者に優しいレイゲアナ講座。さっき動画出したから、概要欄のリンクから飛んで見てみてください。まあ、それか武器をちょっとね、ジャナフの武器を作ったらいけるかもしれないですね。うん。レベルは上げなくていいですよ、ジャナフ武器作ったら。そうです。そうなんです。この間、例のゲームに課金したあまり少ないですが、おせんは、ありがとう！シグちゃんありがとう！トゥースカル、巻き戻せない、ありがとうね。オッケー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 。よくできてる。よかったよかった。ちょっとそこだけはご勘弁くださいね。ナイスパワー、ありがとうございます。仕事から帰ってから寝てしまい一度も開いてません。ところでバセル装備あるのか、それが感じ。いや、バセル装備ないんです、今。今ない。バセルが出てないで、そう、出てないでな、申し訳ないな。そう、武器種は出そうとか、この武器種出そう。あー、でもね、いや、明らかにやっぱりそのランスは出るはずですよね。いや、なんでかっていうと、もうガード性能が死んでるからですよ、今。なんでかというと、ご覧ください。これ一応なんか、なぜかまだ装備してるんですけど、防御のためだけに。ガード性能、これ、これどう思う、みんな。片手剣でさ、ガード性能マジで無意味なんですよね、ほとんど。これは別の、配信者さんというか、じゃないな、YouTuber さんの、検証の動画を見たんですけど、ガード性能3とか4とかつけても全然意味ない。困ります。初心者ですが、武器はいつ変えれるんですか？どうだったっけ？これみんなちょっと覚えてる？ハンターランク13とかでやっと武器変えれるようになったような気がするんだよな。全武器急に出てくるんだよ。あ、そう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 。だから、多分、ランスは出るし、総中古は厳しいかな。スラークとか双剣、あ、双剣もでもな、ちょっと被ってるからな。双剣やっぱ定番だし出るような気はしていますね。スラークも、願ってはいるけど、ちょっと正直難しいんじゃねえかなとも思ってるっていうのは、気候がさ、結構難しいから、チャークとかスラークって。ゲージ貯めて、で、ガチャガチャするじゃないですか。変形攻撃をするじゃないですか。そこがちょっとネックかなと思ってて、比較的簡単なのが、まあ、双剣か、ランスかなと思ってますね。いや、シグちゃんのスパチャほんと珍しいね。ありがとうございます。オラフさん、こんにちは。質問なんですけど、オトンペイントボール使ってくる条件とかあるんですか？いやね、あんまわかんなくて。まあなんか、多分ないと思うんですよ。結構ランダムで、このモンスターがいたなと。で、あー、なんか使おっかな、ほい、みたいな。
で、多分一定時間空いて、また使いたくなったら、はい、使いますみたいな感じだと思いますね。今のところはね、ちょっとモンスター選べるようにしてほしいです。マジで。いらないモンスターばっかすり上げるんで。ソラさん、足立さんのショートミでできるだけ序盤のうちにドラグライト鉱石で少しずつ、少しずつモンハンなので初めてカルテゲン使ってます。あのね、ちょっとあの動画出しては出したんだけど、確かにドラグライトは枯渇すると。間違いなく。で、ドラグライトと、結晶、大地の結晶は武器に使うんですよ。で、あのね、骨。上流骨と、あとは接着ロアリー。まあ、レアさんなんですけど、両方。そっちはね、装備で、防具で使うことになるんですけどね。そうなると、それはそれで、厳しいぞと。非常に厳しいぞと。ちょっとなんか強化してみる？せっかくだし。なんかあったかな？あ、クルル。はい、これレベルアップしますわと。ね？ね？上流骨とかもちょっと、ね、ちゃんとよくよく考えて使った方がいいですよ、皆さん。本当に困ります、お客様。本当に困ります。こんばんは、スマホ、シチさんこんばんは、スマホデバイス対応してなくて、なおできない。いやー、せっかく、ちょっと古めのスマホ使ってんなら買い直してもいいんじゃないかなと思いますけどね。足立この間 iPhone SE から15に変えてめちゃくちゃ死ぬほどモンハンナウ楽しくなったんで、よかったら。モンハンナウ楽しいんですよ、普通に。普通に。そうです。ぜひ買ってください。無理かもしれないけど。ジャナフ頭いいでも当たり前だよな。当たり前だよな。12月アップデート何が来る？人妖ガと、多分氷モンスターもう一匹来ますね。はい。そこは言っときます。来ないかもしれないけど。今氷モンスター少ないんでね。ガード戦のようにジャスト回避の方でよし。いや、そうなのよ。そうなのよ。ジャス回避でいけちゃうのよね。それマジでそう。なるほど、なるほど。レイゲーの総計ないの終わってる。ごめんなさい。ちょっと気をつけますね。いや、そのね、体験は確かに今んところ動きがちょっとね、遅い。遅いから、かわいそう。もうちょっとだけ、なんとかしてあげてほしいんですけども。まーさん、こんにちは。回避が苦手で、片手剣回避するガードしてシールドバッシュした方がいいですかね。でもね、そうだね。うん。まあでもね、ガードは正直あんまりずっと使ってるときついから、本当は、回避がさ、ジャスト回避じゃなくて、ちょっと早めに避けて、大げさに避けるとか、して早めにコンボをまた始めた方がいいと思いますね。か、まあ、バックステップだけど、バックステップは正直ちょっと難しい人は難しいかな。うん。と思います。カギロイさん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。メイン剣で回避行動剣、斧変形切りとかな。あ、なるほど、なるほど。確かにな。そこだからマジ見せどころだよな、腕のな。いや、本当にそう。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、防御の強化がちょっと足らん、正直。甘里さん来てくれてありがとうございます。ドラグライト2個なのに大地は15コマって格差が。いや、そう。でもね、最近なんか急にドラグライト出るようになったんだよな。新コードの問題なんかね。アンドロイドだからできないかもしれない。あ、なるほど、なるほど。しょうがないですね。金閣さん、こんにちは。いや、アンドロイドできないことはないと思うけどな。あ、そう、確かにベリオ来そうだね。アンドロイドやってる友達いるもんな。うん。ザボアザギルとか久々に戦ってみたい。俺、ザボアやったことないんですよね。ちょっと、なんか、ワールドとかさ、ダブクロとかやったことないからさ、お恥ずかしながら。ぜひぜひ、お手合わせ願いたいところなんですけど、いろんなモンスター。もう全然、ムフェトジーバとか出てきてくれてもいいんですけどね。よろしくお願いします。いやー、そうだ、アンドロイド古いとちょっと対応厳しいかもしれないですね。弓使ってるんですけど、各属性育てるディアブロス火力ご利用しの方が強いんじゃねと思ってきました。あ、でもね、それ、他の配信者さん言ってるんですけど、星 8？のモンスターで積むらしいんですよ。マジで。積みも積みで。そこからも火事場しか使えなくなっちゃうみたいな。って考えると、まあ、いいんですけどね。堅実に属性武器も育てといた方がいいんじゃないかなとは思います。まあ、てか、いや、ディアブロス武器だけだとちょっとつまんなくないですか？飽きちゃうと思いますよ、このゲーム。HP 削られるから2回回避という範囲外行った方がいいかもしれない。そう。よもぎさん、こんにちは。ありがとうございます。いや、そう、新ためはまあね、無敵の新ためがあるのは、めちゃくちゃ評価ポイント高いですよね。最高ですね。ディアブロス倒せね。あ、俺今から倒していこうから。今日は北上の里行ってきます。行ってらっしゃい。北上の里なんだっけ？温泉？違うかな。近うちに何をやりたいです。やっと暑さもそこそこ季節の変わり目。あ、さあ皆様体調気をつけて、バングクス。ナイスパー。ありがとうございます。皆さん、ナイスパーご賞味ください。ありがとうございます。ナイスパー。火事場しか使えないことになっちゃうから、ちょっと皆さんね、ちゃんと、無属性とか毒だけ育てんのもいいんですけど、
いろんな属性を育てるのもね、楽しいんで、ぜひちょっとやっていただきたいですね。快感が、よー、来てくれてありがとうございます。ゴリラムスカさん、名前すげえな。来てくれてありがとうございます。シャチ極めたらかっけえからゲーなかと言ってらっしゃいませ。さてとってと、得点は急げ。大丈夫だ。今日の敗者巻き戻せないようになってるからね。坊や。何かろうかな。言っても選択肢めっちゃ少ないんだけど、一旦ちょっともう一匹、ちょっとな、こいつやっていい？いけますかね。ほい。ちょっと自信ないです。いやー、まあまあまあ、アーカイブはなんか残すのは難しいかもしれない。お前地球に住んでるぞ。まだまだだね。一狩り行こうぜ出てるな。ちょっと待って、一狩り行こうぜ見て、一瞬。あ。じゃあちょっと前菜倒しに行きますか。いけるかな？ちょっと、人を晒すけどごめんなさいね。いや、待てよ。行くわ。はっはっは。突然出てきたね。いやあ、武器間違えてるー。キョッ、キョッ、危ないぞ。はい、コック。何をするというんですか。あひー、気持ちよすぎー。皆さんこんにちは。邪剣夜行きましょうね。うわ、いいねー。あ、ちょっと待って、なんか足狙ってんな、さっきからな。大丈夫か。あ、やられた。さすがに頭狙おう。やるじゃない。危ねえ。いや、命がけ。だからこれが一番嫌いなんだ。あー、困りましたね。しない。あ、ダメだった。いや、これ当てる。なかなかやりますね。なんでこんな、なんかめちゃくちゃ体力あるんだこいつ。危ねえ。いやー、この配信を、皆さん、この3人が見てないことを祈りながら、いや、ありがとうございました。ほんとノーモーションタックルでさ、なんか避けれねえんだろ、マジで。困ります、お客様。ほんとにやめてください。よいしょ。はい、オッケー。じゃあ、今度こそ行きます。飛びかがちー。来ました。いやー、増強ついてたな、完全に。なかなかやりますね。やりますね。はい。ちょっと普通に倒せるか自信ない。アップで。ここ。尻尾当てろ。おっと、やりますね。そのまま、パンチ、パンチ、パンチ、いいぞ。あー、その攻撃一番嫌い。この攻撃まず避けられないんだよな。大体。いや、これ悪くないよ。あ、泣かない。オッケーオッケー。こいつ、方向とこの電気ビリビリのタイミングがつかめないんですよね。ほい。あ、いいぞ。そのまま行こう。これいけそうだ。あぶな、その攻撃があったっけ。あぶねえ。はい、避けていく。気持ちよすぎだろ。死になさい。あ、そう。声萌え声ですね。あぶなかったぜ。レイヤー爆捨てしたら、そう、俺もちょっと警戒しようかなって、思ったことあったんですけど、そんなことはもう忘れていました。腹ペコさん初見です。来てくれてありがとう。中子さん久しぶり、こんにちは。来てくれてありがとう。一応ハンターランク50まで行ってるんで、まあ気になることあったら、おー、良質か。俺、飛来心欲しいんだよな。まあ、ええわ。ちょっとあれ回収したいけど、まあでもダメか。移動速度早いからな。よし。あれ触るときもちゃんと画面の切り替えやんなきゃいけない。ちょっとめんどくさいからやめとこう。よしよしよし。見バレは気をつけよう。そう、ムササビ攻撃出だし判定あれきついんすよね。ガンナーの人、ちょっと待って。エフソル？やっぴー！これは助かる。これはマジで助かるな。これやっちゃおうぜみんな。なあ。ちなみに萌え声にしてるけど、顔はめちゃくちゃなんで、後でお見せします、皆さん。左のフレンド招待どうやってやるんですか？あれなんですよ。一応左に貼ってんのが今、招待コードなんで、
まだモンハン始めてない人、モンハンナー始めてない人が、この招待コード入れるといいよっていうやつですね。で、フレンドに関しては一応ツイッターとかに貼ってるんで、ちょっとそれを遡って見てもらえたらありがたいかなと思います。ちょっとここで貼って何人もフレンド登録されるとね、ちょっと、後々困るかなと思って、ちょっとあんまりフレンド登録はちょっと、しない方がいいかなと思っています。で、ちなみに招待で入ってきてくれた人は、漏れなく、フレンドになれますんでね。そこはご安心くださいませ。自動でなります。いや、無償レースマジ助かるな。これ、体力43か。まあ、無欠解除でいけるかな。これさ、近くのハンター呼んでみる？これ。どうなるかな？ちょっとやってみるか。お前ら、スナイプしてみな。行くぞ。ジライヤさん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。さあ、行こうか。でも誰も入ってこないかな。もしも万が一ね、皆さん、近くに住んでるな、こいつっていうのが分かったとしては、そっとしといてください。本当に。よろしくお願いします。タコスケ入ってきた。ハンタラク40なら信頼できる。まあ、一緒に行くわ。どっか行っちゃったータコスケーふーん。あれ？あ、ちょっと待って。オッケーオッケーオッケー、溜まっていく。いやー、まあ、回避の判定が熱いです、今のはね。マジか。あぶねえ。頭狙いたいんですよね。もうちょっと。ナイス。今、ガードしてませんでしたか？ダメでした？飛ぶよな、多分な。おい。当たってれば OK だ。当たんねー。ほい。どこ狙ったらいいんだろうね。ここ？危ない危ない。危ないっすよ。泣くなよ。これが当たんないんだ。これが当たんないんだ。その飛んでる時のレース結構なんてこったー。まあ、置き役あるんです。ちょいと。くっそ。なんで俺はボツなの？いつもスラック構造お世話になってます。あら、B さん来てくれてありがとうございます。モンハンナウのライブもちょこちょこやっていきたいんでよろしくお願いします。ちょっとアーカイブは残せないかもしれないんですけど。はい。いいですね、おい、ロース。いや、俺尻尾が欲しいんですよ。実際は。よろしくお願いします。良質がなぜかいっぱい出るな。逆にな。いいですね。そう、片手剣だとちょっとね、攻撃ができできないんだな。困っちゃうんだよな。いや、いいんだけどさ、飛んでる分には。悪かねえんだけど。良質いいだろ？いいやろ？ちょっと、一回、まあでもレウスもう、ちょっともう一本、研究したいんで行きます。画面切り替えます。レウス研究会。まだ終わってねえ。俺たちの夏は終わんねえよ。はい、手持ちのレウスです。なんか、最近でもドロップ率上がったような気はするけど、良質の方が尻尾より出やすいまであるよ。録音使ってもなかなか V 破壊がません。いや、そういうところはあります。いや、なかなかね、最初から狙っとかないとな、厳しいところあるよね。これちゃんと武器あるよな。よしよしよし。でもこれ以上ちょっと雷武器強化できないんですよね、今ね。アイテムが出ねえ。困ります。ほん。え？ラッキー？ラッキー。なんか、判定厳しいな。ほい。OK、カモン。ちゃんとね、狙うときは頭を狙って、カモン。のけぞっていくところをすぐに転がって横を描いてはいけない。ここ、お前さっきの恨み腹さで置くべきか。しねえ。あっ、あー最高だ。モンハン散歩行ってきます。行ってらっしゃい。いっぱい買っていけないよ。やりました。28秒、拳で尻尾出ろ。なんすかこのゲーム。なんでこの尻尾出ないんすか、マジで。ニョハーさん、まだハンターランク34のひな鳥なんですが、50あたりなら要求されるポイントっていくつくらいになるんですかね。要求されるポイント。要求されるポイント、なんか武器とか防具とかそういう話ですかね。一応、ほい。まあでも、正直ここまで来ると結構ギリギリでですね、なかなか、例えば、まあ、
このグレード5は多分必要、これ間違いなく必要で、レベル5まで上げてると、まあ、安心で、あとはあれだね、そもそものこの装備だけど、属性強化3がついてるとマジで強いけど、2でまあ9大点くらいかな。あ、ハンターなく1上がるまで必要なポイント、なるほどなるほど、5000ですね。と一律で5000で、今んとこそうだ、ずっと5000から変わんないっす。ちなみにな、俺が話したいことも一応話しておくと、そのさっきの続きだけど、レウスの肩だけマジ育てるの大変なんだけど、これもうレベル今5中の2なんですけど、これきついっすね。もう結構きつくなってきておりましてですね、ちょっとレベルを上げたいなと思ったんで、上げます。で、こうなってきて、あ、結構だからレベルマックスまでいけるかもしれない、これね。ほんまんま。お、いける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 。ナイス。ナイス。おお、いけるやん。ま、ほんま、多分ね、ここまで、グレード6まで育ってると、一気に、多分、星、紫星2のモンスターと、もう倒せるんちゃうかなと。激輪さっきたまたま1個ゲットしたんで、もう課金して、倍にしました。いや、デブーザさん、こんにちは。ありがとうございます。いやー、いいですね。強いんごね。じゃあ、これ育てます。ジャストラッシュもレベルになります。やりますね。これで、おお、おお、おお、まだ育てられる。まじ、一回落ち着こうか。金が高すぎるな。だから、このセット、まあ、これはこれでいいんですけど、なんか出てきたよな。出てきてない?野生のギロス。芝こうぜ。意外と家でもできるな。ペイントボールあったら意外と。いいね。行くぞー。サッと。いやー、ありがたいありがたい。じゃあ次。あー、プケプケか。いや、どっちもどっちやな。まあ、一人で行くか。おい。鼻からやりますね。ほい。あー、ちょ、ごめんごめん。あははは、死になさーい。もう一撃。一瞬の出来事でした。彼から見たらもう何も分からなかったことでしょうね。第一部完。まだまだだね。あ、ほら、5000。ポイントずっと5000です。別にいらないんだよな、ギルオスの素材、マジで。売らせてくれ。頼むよ。お願いしますよ。ちょっと、うさばらし。よし。アラスさんからだと星はもう相手じゃない。いや、確かにちょっとその節はありますね。アンジャノフとか相変わらず、結構嫌ですね。なんか弱点に当てづらいんで、攻撃がもう仕方なく前腕あたり狙ってるんですけど、あれ前腕っていうのか前足っていうのかどっちなんだろう。どんな感じになってます。レイゲーナが倒せません。あー、私の動画見てください。概要欄にレイゲーナの倒し方って動画貼ってるんで、それぜひ見てください。レイゲーナなんですけど、皆さん知ってますよね。これ常識ですよ。常識だけど、知らない人のために教えますと、知らない人の方が多いと思うんですけど、毒これ見てくださいね。狩猟に役立つ情報、霊気をまとい強力な攻撃を仕掛けてくる。攻撃後にガス気があるので、攻撃の割合を見極めて攻勢をかける。ここまで普通のこと言ってますね。で、毒が有効。毒状態では飛行や霊気をまとった攻撃は行われなくなるという。頭が弱点、はい、これですね。毒です。で、レイゲーナーまあ、倒したいと。毒で倒す方が簡単っちゃ簡単です。で、毒で倒したいってなった場合に、レイゲーナ星5だったら、このレイヤーの、武器1本作ってくれたら、簡単に倒すことが、簡単にじゃないな。ある程度プレイスキルがあったら、倒すことができますので、まあ、で、これを武器強化すればするほど、より簡単に倒せるようになってきますんでね。はい。ちょっとゼンさんは、レイゲーナ、これで、倒せるんちゃうかなと思います。逆に、こういう非属性の武器の方がダメージの通りはいいので、まあ、本当は非属性使ってね、ちゃちゃっと倒すっていうのも、まあ、あり
というか、俺はそっちの方が好きですね。はい。さて、とてとて。じゃあどうしようかな。ちょっと、ヒートエッジ作れたし、なんか、試してみるか。試し切りするモンスターが欲しいな。ちょっと待ちください。一匹だけ持っててよかったわ。こいつ。地獄の底から現れたレイギエナ、星6。こいつ狩らないで。何狩れって言うんだよ。おん。今誰のモノマネか分かりましたか？よし。じゃあ、こいつ、僕、命がけで行くんで、ダメだったら、回復薬代ください。おりゃーっと燃え上がれふん、まだまだだね。まだまだだね。死ねえ。いやー、火力が全然違え。えぐいな。1200ダメージはちょっと見たことないぞ。コッコ、君は飛ぶだろうな。だから俺は、こうして。あ、でも、もう意味なかったね。あ、いや、ダメージ入ってる。いいぞ。あっはっはっは。君。レイゲナずっと頭狙いでいいです。あはーい。グッバイ。これが危ない。よいしょー。今のだけはちゃんと、バックステップ避けてねって動画でも言ってます。うわっはっ。最高かな。あ、あかん、危ない。あ、よいしょと。まだ死なない？うぅぅぅぅぅやったー、気持ちよすぎ。この通り、無血、全く血を流さず、相手の血だけをすすって生きていくこともできるわけですね。はい。でもやっぱ C ランクなんだな。厳しいね。あれ使って、SP 技使ってたら、いやー、マジー、渋いよ。渋い。あ、そうですか。厳しいですね、このゲームね、なかなか。はい。参りました。いやー、ありがとうございます。レイギーナ可愛いね。俺、レイギーナ正直初めて戦ったんだけど、このゲームで。いや、すごい、戦いが楽しいわ、レイギーナは。やってていい感じ。もう火力ですからね。ありがとうございます。いやー、レイギーナ、余裕でした。で、問題はね、今、緊急クエストが控えててですね、ちょっと後でやりますけど、レイギーナの武器を育てなあかんと。育てられるかな？ちょっと待って。ここが問題で、ディアブロスきつくて、星6ディアブロスが。どこまでいける？おー、あるやん、き。あるやん。めっちゃええやん。これもいける。あー、第一の決勝。うえー、まあ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 。で、これですわ。はい、ね。本当はここで詰まりますね、普通ね。ギエナの激鈴ね。はい。はい、皆さんね、私にください。ギエナ激鈴ね。本当お願いします。待ってます。でもギエナのこれかっこいいな、片手剣。こっち欲しいな、早く。めちゃくちゃ見た目良くないこれ。ちなみにどうなるんですかこの後。精霊の加護ってめちゃくちゃついたりする。もう 2! 精霊の加護 2! おーおーおー。あ、でもすごいな。グレード8ってもう、遠い未来の話やな。なるほど、なるほど。お供カンマいっぱいね。はい、失礼しました。おい有能すぎるだろ。おい。もうカーペターちょっとね。まあ、しょうがない。最初はしょうがない。あー、実家。実家帰ってきた。最初から見てた人はわかると思うんですけど、実家帰ってきましたね。ありがとうございます。いやー、いいですね。ありがとうございます。いや、レイゲーナいいじゃないですか。もうみんなで守ってあげましょう、レイゲーナちゃんね。じゃあちょっとまた。ちょっとやりますか。ちなみになんか皆さん、モンハンで分かんないこととか、聞きたいことあったら全然聞いてくれて大丈夫なんで、よろしくお願いします。まあ、モンハン以外のことでもいいですけどね。アイルちゃん、私の元で働きませんか？いや、本当にね、うちのアイルちゃんちゃんとやってくれますね。はい。Always、素晴らしい、ものを持ってきてくれるうちのアイルちゃん。ありがとうございます。何やろっかな。でも言うても、レウスいっぱい持ってきちゃったんだよな。星6のレウスとか釣れればよかったんで、なかなかいなくて、その辺に。あ、ってなるとあれだな。ジャグラス、ちょっと待って。
違う、ジャグロスじゃねえか。レオツジャグロス関係ねえか。あえうえしゃあなし。だから、オールウェイズパンパンが気持ちいい男、足立です。よろしくお願いします。アイスボーンでレイゲアナの群れが怖すぎる。レイゲアナの群れっていう設定あんの？ちょっと怖いですね。あ、そう、ジャグラスさん一生放置プレイだから。でも可愛いからね。あ、俺、うちのマスコットにします、今日からジャグラスは。そうですね。うちの母親と言っても過言ではない。名物お母さんと言いましょうか。いや、まあね、でもうちも普段は鉄鉱石しか持ってこないですよ。全然クソゴミカスみたいなもの持ってきやがって、本当にいつもあのビンタして芝居てますけど。はーい。レイゲンちゃん初めて見ましたが、可愛いです。いや、そう、可愛いでしょ。結構スマートな見た目してて、氷で、夏の季節にはぴったりだと思うんで、ぜひぜひ飼ってあげてください。飼うっていうのは、ハンティングじゃなくて、ペットの方です、ペットの方。ハンチャーさん、こんにちは、長剣です。来てくれてありがとうございます。よかったらね、モンハンナウ、やってますか？やってますか？ハンターランク50までやっと来たんですけど、もしも初心者の方とかだったら、ぜひぜひ何でも聞いてください。答えられる範囲で全部答えます。よろしく。ペイントボールでひっつけてきたリオレウスだ。もうここ定番だからみんな絶対できるようにしてください。これも避ける。ダメかー。おお、なんかレイヤーより判定が優しいか。まだまだだね。やっぱね、スマホのスペックが上がるとね、これ正直やりやすくなります。ここのジャスト回避は当てれるか。もうなんか当たる気がしないもんね。それは嘘だけど、調子がいいとは大体いけるな。はい、ここは必ずこのバックステップファイヤーが来ます。怖いんで、こうしながら、あぶね、ういー、あいよーと。報酬って完全ランダムですか。あんね、そうだと思いますね。尻尾 V 破壊してもあんまり尻尾出ないし、関係ないかもしれないですね。太刀でやってます。あ、いいですね。太刀逆にあれなんですかね、皆さん、太刀で進めるってなると、やっぱり、普通に属性武器使ってます？いや、骨髄もありがたいけど、ありがとうね。いいと思いますよ。ちょっとなぁ、レア度が、モンスターのさ、レア度が上がったら、ドロップするアイテムを増やしてほしいよな。レアアイテムの、出る種類が増えるんだからさ、その分、そもそもの母数が増えないと、ちょっと、辛くないっていう、ありませんか？僕はそう思うんですけどね。ラスト回避うまいですね。ありがとうございます。もう当たり前だよな。モンハン実況者やってるんで。皆さんのお手本になりたい。はい、これ、お母さんです。うちの。こんな姿になってもお母さんです。エイノールさん、こんにちは、初見です。ディアの緊急区域来たら、この間のショート参考に頑張ります。頑張ってください。レイギアナの、片手剣やったらもう、あまりにも余裕なので、もうちょっと毒の片手剣とかでも全然、そんくらいが一番楽しく戦えるかもしれないですね。はい。ぜひ頑張ってください。タイム C とか B も意味ない。ね、ちょっとね、タイムのその判定はちょっと意味あるような気はしているかな、正直。なんとなくだけどね。ただ、誰も検証できないからさ、その辺ってさすがに。そういうのはあると思います。あ、そうそうそう、ラッキーさん言ってる通りですね。クリアタイムの評価高い方がレア素材落ちやすいっていうのは多分ありますね、仕様として。まあ、検証はしたことないけど、体感。そうなんですよ。そう、尻尾覚醒じゃないから本当に厳しくて。なかなかね。そう、ノーモーション空中だ。ノーモーション基本やめてほしいんだよな。本当にね、回復薬減っちゃ、辛いです。やめてください。あ、検証してる人見たことある？マジか。さすがですね。必ずどこかに検証してる人がいるよね。びっくりするわ。このゲーム。レイギーな特殊個体は初見殺しすぎて泣ける。飛びかがち足よりはマシ。あー、かがちってなんか麻痺とか飛ばしてくんだっけ？なんか、その辺全然分かってないんだけど、俺。でもなんか噂には聞くわ。かがち足の悪名。星6だと星4のそれ出やすいイメージなんですが。あ、それはあるね。それはあると思う。そこの確率自体はいじられてるとは思うけどね。ちょっとな。いっぱい倒さなきゃいけないのしんどいので。ペイペイさん、初見ですって言ってたよな、今な。おい？メッセージが撤回されたらと。まあでも来てくれてありがとうございます。そう、尻尾切ってるの尻尾でないと、そう、なんかね、なんか、かなり確率低いっていうか、尻尾って判定されてないよね、多分ね。レア2のアイテムっていう判定しかされてないから、結局、どの部位を壊したとしても、
そのレア2のアイテムが出るか出ないかっていう確率は、まあ尻尾切ろうが前足を壊そうが頭壊そうが全部変わんないのかなと、いうふうにちょっと思ってはいますね。牙に麻痺、尻尾に毒。あ、なるほど。絶対嫌ですね。絶対嫌ですね。ノラの甘爪に事故るのがかかっちゃうし、なるほどですね。ちょっとそれは、初心者泣いちゃうかもしれないですね。はい。で、俺も泣いちゃうと思います、多分。じゃあ、ちょっとまた、しばいていきますか。画面切り替え。ちょっと、問題児いく？はい。俺が一番殺されてるかもしれないノーモーションタックラー。よーれや。でございましは。12月のアップでは武器追加らしいで、今から属性形作っても大丈夫ですかね。あー、大丈夫だと思うよ。なんかさ、これ、足立理論なんですけど、個人の感想なんですけど、まあ、今、飛びかがちの装備、こうやって作ってるじゃないですか。で、ジオーガ来るとして、まあ、ジオーガの武器も作れますと。作れるんだけど、結局、強さ的には、まあ、今のアンジャナフの武器と、このレウスの武器の差くらいなもんだと思ってて、だったら、まあ、俺の中では、このさ、防具あるじゃないですか。今って、防具は、スキルはさ、あんまりそんな頑張って育てなくても、ある程度ついてくるからさ、これ違うか。だから、アップデートのメインっていうのは、防具の入れ替えだと思ってて。だから武器は、別にそのまま同じの使っててもいいんじゃないかな、と、私は思っております。という持論を展開しています。ジャナフの花出せなくて、3期から言ったら全員から花出そう。花は普通取れるからね。うん、モンスター一匹方、鼻は一個あるもんだから、それを取ってこない方が悪いですよね、ゲーム側がね。うん。おめでとうございます。ブルリアックの弓の名前、TNOK すぎて、どれだどれだ。ブルリアックの弓。クルルアロー。ちょっとわかんなかったです。ちょっとわかんなかった。ハガチアシュ、ベリオロス、イテサス、レイゲーナ、初心者ゴール三大巨頭、なるほどなことですね。買い物行くなら落ちます、メンゲンマネーかね。ああ、もう行ってらっしゃいませ。なるべく早めにお買い物行ってらっしゃいませ。あ、そうそうそう。皆さん、この後、メンバー限定の配信も続けてやる予定なんですけど、モンハンサンブレイクの方の参加型とか、ちょっと劣化襲来アマツソロで行きたいかなとも思ってるんで、よかったらね、見に来てほしいです。そのためにはメンバー入ってもらわなきゃいけないんですけど、最低月額290円から入りますんで、よかったらね、入ってくれると嬉しいです。ちなみにメンバーは、概要欄のところから入ることができます。リンク探してみてください。ということで、一発やりますか。さてとて、前田かの子さん、こんにちは。いいですね。フル本名ナイスです。ありがとうございます。おほほほ。ママさん、メンバーギフトは、ありがとうございます。いいですね。ポンポン入ってきますよ。ね、タツーさん、タレイモさん、ソラさん、ナマンボウさん、山田ゆうりさん、ナナコさん、タルパーちゃんさん、アーさん、クマルさん、クリフさん、おめでとうございます。モモさん、ありがとうございます。防具はリオレウスの方がいいですか？防具は、まあでも好みじゃないかな。リオレウスでもいいとは、思いますよ。うん。まあ、なんか、正直攻撃とか弱点特攻の武器はなんか、今無理して一生懸命育てなくてもいいかなとは思ってます。ギフトありがとうございます。皆さんも、ももさんにギフトありがとうって言っておいてください。私は、ももさんの代わりにこのレイヤーさんに、愛を込めて、思いっきり殴りつけます。さあどうしようかな。と尻尾ここまで届かんよな。気持ちいい。あ、走ってくる。違うんかーい。もうさ、怖いんだよな、タックルが。来るか？来へんのかい。あかん。うぅそれ操作ミスです。仕方ないねー。はい。よいしょ。届く？届かないなー。いやー、きついねー。これ避けます。よいしょーっと。こっから、攻撃の起点はジャスト回避から。
こいつちょっと許せねえな。あ、MKさん友達ありがとうございます。うわ危ねえお前バカだな。ビビらせやがって。もう一つ来るか。これ普通に置きましょう。うわぁ届かんか。あ、やっぱこいつ強えわ。こいつ一番強えわ。うわぁうわぁ腹立つこいつ。あ、びっくりした。尻尾届くなぁ。ちょっとびっくりした。あーびっくりしたマジで。お、ガガ。まあもうこいつの欲幕とか別に興味ない。興味ないね。なんだけど、やれやれ。あ、実家のような安心感。帰ってきたー。よかったわー。いやーダメだ。いやちょっとね、普段と違う姿勢でモンハンやってる。ちょっと本当に操作ミスが多くてですね、申し訳ございません。お見苦しいところをお見せしてしまったようですね。あ、ソラさん、せっかく名言見させてもらいますけど、参加できるかわかりません。いや、もうぜひぜひね、見てくれるだけでも全然嬉しいです。よろしくお願いします。そうですね。クロディアね、いや、俺もちょっとあれ、本当やりたかったんだけどね。ちょっと用事があって、倒すことが、というか、全然もう見ることすら、マップ上に現れることすらなかったっすね。みんなクロディア倒せた？やった？てか。全然できなかったな。悔しいですね。いやー、ジャグラスちゃんやっぱ見てるだけで癒されるな。さっき多分、SP 入っちゃったから、ちょっと補給するか。てめえで。さっきからこいつの羽が邪魔で邪魔で仕方なかったんだ。よいしょ。やれやれだぜ。サマソは絶対横にしか避けないぜ。いや、そうだよ。2体しか出なかった。2体出たんだ。いいな。いいな。さ、あれ、クロディアさ、動画だけ見てるとさ、なんかすげえ逃げ回んじゃん、あいつ。なんか、あれちょっとさ、近接前には優しくないよね。厳しいなと思って。確率が100体に1体くらいって言われてる。いや、確かにでも体感そうだね。全然いなかったもん。一応1、2時間くらいもはやったんだけどさ、その土日もな。全然おらなかったわ。まず通常が無理でした。それはちょっと申し訳ございません。私の指導不足で申し訳ございません。もっと次、頑張っていけるようにしましょう。無傷な力量かと思って見事に引き肉加工されました。しょうがないね。引き肉です。血芸しかやってなくて、ディアブロスイベントのこと、あれ、血芸ってあれか、よく YouTube の広告挟まれるやつでしょ。ケツでパン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 って、ケツでパンパンってもうおかしいな。銃撃ってる時だけケツがめっちゃ揺れるゲームでしょ。あれ面白いんですか、やっぱり。いやー、近くにいたけど行かなかった。悲しい。行ったらよかったに。あ、ハチクモさん、無言150円。挨拶代わりと言わんばかりの150円。皆さん、ナイスパンお願いします。ありがとうございます。ペイントボール1個分の150円ですね。助かります。これでまたライブが存続できるような気がしますね。この、ライブを、充実させるためにいちいち金を払ってペイントボールを買って、そのモンスター連れてくるっていうのがなかなかコストがかかって大変なんで、ちょっと皆さん応援してください。仕事中に失礼します。回復薬代に足しにしてください。清水入れときますので。ありがとう、清水。君の清水いっぱい飲ませていただきます。ありがとうございます。いやー、ちょっとやっぱ配信者はね、このゲーム、課金してなんぼまで言わんけど、ちょっとうるせえな、こいつ。死になさーい。サンダーエッジ1か、パルサーショテル1、どっちの方が強いですか？う？あれ？それと同じ武器じゃなかったっけ？サンダーエッジ。はい、これね、ちなみにね、はい、電極芯足りません。はい、許せないですね。なかなか、ライトニングバトラー。あ、パルサーショテルってなんだ？なんだ？皆さん、パルサーショテル知ってます？どこだ？パルサ
ザーショテル。さっき乾いていたやん。もうそれドスジャグラスだけなんでね。はい。もう全員許しません、あとは。気が変わりました。全員殺した。あ、こっちか。パルサーショテル。はい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 。いや、これは正直好みじゃないかな。これだね。まあでも、どっちにしろ雷だし、飛びかかちだし、いや、これはもう、人によって違うとしか言いようがないですね。足立の中では、片手剣の方が、初心者は使いやすいですけど。非常に、大変、めちゃくちゃ使いやすい。これは言っときます。おすすめは、片手剣。あ、猫ちゃんが、何を探してるんだい？特に何もなかったようだね。しょうがないね。こいつ殺してな。でもダメだ。まあ殺意を抑えなきゃいけない。かわいいね。かわいいね。これちょっと AR 撮影しようかなと思ったけど、いろいろと見えちゃいそうだからやめときます。ありがとうございます。どういたしまして。じゃあちょっとまた、しばき行きますか。もう定期的に、レウス定期便来てるからさ。えい。どうも、レウス定期便です。もう、レイヤーよりお前の方が倒しやすいよー。ほい、あれー判定どこ？ま？これ当たんないね。やっぱレイヤーの方が厳しいな、判定な。どういうことなんだ？ほい。全くわかんないぞ。ちょっと待って。あ、それ分いや。はいはいはい。溜まっていく。はあ、ここパンチ。入っていく。しっかりディレイかけてね。これスコ。ここ危ないので。これもうみんな多分何回見てるの分かってきたんじゃない？レウスの倒し方。これ危ないね。はい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 。逆に尻尾狙ってみたらどうか？ほい。危ない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 。あ、足でいいんかな？えい。グッバイ。ジョージオ。だんだん分かってくるでしょ。お、結構レウスちゃんワンパターンですね。もう食らう気がしないです。良質。まあ良質、まあ良質。ありがとうございます。いや、簡単ゲーミングだな。やれやれだぜ。いいですね。いやー、まみれてるね、良質にね。あら、良質やんけ。皆さんの良質代わりにいただいております。ごちそうさんです。ちょっと アイテムボックス今どうなってんだっけ？いや、俺アイテムボックス結構拡張したんだよね。今7000だわ。辛い。まだ拡張せざるを得ないかもしれない。鉱脈でドラグライトが取れません。あ、それごめんなさい。私が全部もらってておりまして。大変申し訳ございません。今後ともよろしくお願いします。あ、いいですね。いいですね。とてもいいですね。逆に見て、尻尾がねえのよ。尻尾がもうねえ。骨髄の方がまだいっぱいあるわ。困りました。やっぱね、ちょっと、ちゃんと、あれだね。なんか、例えばさ、弓矢、非属性の弓矢と非属性の片手剣両方欲しいですって話になるんだったら、まあ、レウスの素材は非属性の片手剣に使って、でジャナフの素材で弓作ろうかなみたいな、ちょっとそういう分け方してないとガチできつくなっちゃいますね、多分ね。激にあるやつはあるな。片手剣モンスターの尻尾取るか？いや、そうなんですよ。まあ、ただ、ちょっと今更気づいたんだけど、レウス飛んでる時だったら尻尾結構狙えるかもしれん。ちょっとやってみたいな。試すか。レウスの弾が切れる。ちょっと待って。これちょっと。山猫侍さんお邪魔します。いらっしゃいませ。来てくれてありがとうございます。一狩り行こうぜ。ただね、ターゲット絞るのが難しくて、ちょっともうちょっと離すか、画面。おい。おいよ。飛んだら尻尾狙うよ。これは多分避けれるはず。当たんないね。よーし。優しいね。もう飛んだ。あ？これ避ける。いいですね。で、これで、はい、ちょっと待って。ここ。あ、尻尾いい。なるほど。ちょっとめんどくさいね。ほい。ここもまた頭狙う。やっぱロックオンの良さはね、ちゃんと活かしていかないといけないからね。死になさーい。ここディレイしてパチン。ちゃんと殴っていく。はい、オッケーでーす。
レーザー妨害優秀だからそっちに使って。いや、そう、確かにそう。やっぱ弱点特攻とかね、とてもいいですから。持続性強化もあったら欲しい。ん？おー、なんか上質は出るな。上質じゃねえや、良質か。だが尻尾出ない。いや、ほんとここのバランスなんですよ。厳しいっすね。で、実家の安心感ね。なるほどね。はぁ、皆さん、モンハンナウに関する質問があったら、全部答えるんで、よかったら言ってくださいね、定期。良質は出るな、やっぱりな。もしかして、あれか？ペイントボールで連れてくると良質出やすいんか？お？なかなかやりますね。カリムさん、和骨初見、来てくれてありがとうございます。今、絶賛モンハンナウ、お試しライブ中なんで、よかったら見ててください。ペイントボールで連れてきたモンスターをバチコリ狩り殺すっていう、のと同時に質問コーナーもやってますんでね。気になること何でも聞いてください。ハンターランク50です。ハンターランク50より上の人だったら申し訳ございません。一応、片手剣使ってるんでね。物欲センサーマジで、そこ実装しないでいいんですけどね。困るんですよ。本当に。困ります、困ります、お客様、本当に。レイゲナ枯れました。おめでとうございます。いいですね。あ、レイゲナで思い出したわ。これ。今の足立の居場所はここです。目の前に今星6ディアブロスが待ってくれてる状態で今止まってるんで、これもちょっと後でボコボコにしますが、多分俺がボコボコにされちゃうと思うんですけど。月また来ましたか？招待人数リセットされましたか？いや、俺招待そんなしてないから分かんないんだよね。ちょっと見ていいですか？いや、招待した人とか分かんのかな？分かんないか。わかんねえな。でも今70人しかそもそもフレンドがいないんで、多分その上限までやってないんちゃうかな、招待。40人、あ？招待の上限って何人なんでしたっけ、そもそも。星6ディアブロス。こんにちは。かわいいですね。ちょっと相変わらずあいつ邪魔だな。羽パタパタさせるのちょっとやめてもらっていいですか？待てよ、こいつ燃料だから一応取っとくか。一応燃料だからな。うん。あんまりちょっと、むやみに殺すってよくないから、ね。お、初見です。納豆大根さん来てくれてありがとうございます。初心者は最初何したらいいですか？最初はね、最初ってもハンターランクいくつですか？もうマジの最初ですか？そんなに気にしなくていいですよ。ハンターランク13くらいまで頑張って、あげたらいいと思うんですけど、そこまでは、装備は別にあんまこだわんなくてもいいかなと思ってて。あ、強いて言うなら、この、ジャグラスエッジっていうのを作れって言われるんですよね。で、これ一生使えるんで、これ作ったら、ずっとこれ強化し続けて。で、多分そしたらハンターラグ13いけるんじゃないかな。他の無駄な武器作んなくていいですよ。で、防具はね、まあ、スキルとか、まあ、別に気にしなくてもいいかもしれないけど、どっかでこのクルルヤックの頭作らされるんですけど、これもめちゃくちゃ優秀で、この足もすごく使えるんで、早めに作っておいてもいいかもしれないですね。あとはもう適当にこのレザーシリーズ元から来てるやつ、胸は多少強化してもいいけど、他すぐ使わなくなるんで、この辺はいらないかもしれない。そう、クルル足はちょっとね、強いからね、育てたいですね。足立はこの通り止まってるんですけど、今。上流骨がないから。涙が止まりません。どうしたらいいですか？皆さん、送ってください。辛いです。いやー、この辺のな、もうギリオスとかも全然使わんしな。あ、闇討ちが強いのかな？モンスターの背後から攻撃したとき、ダメージが 10% 増加する。いや、これ強いよね。強いけど、いつ使うのっていう。誰か闇討ちの上手な使い方してたら教えてくださいませ。どのモンスターに有効みたいな。カガチには使えんのかな？いやーでもカガチすぐこっち向くしな。なかなか、なかなかかな、ちょっと。まあ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 。倍率強いけど頭投げてる方が強い。いや、そうなんよね。やっぱマルチ向けって思ってた方がいいんかなーっていうのもちょっとありつつ。そうやね。すぐこっち向いてくれちゃうからさ、モンスターが。こっちがなんか回避して、尻尾に回ってる時間があるんだったら、普通に頭殴っちゃうとか早いっていう。なかなか、
ちょっとジレンマ抱えてますよね。サマーソルト透かして尻尾だけ殴れる状況になった時は、なるほどなるほど。確かにな。だからそういう隙をちゃんと見なきゃいけないってことですよね。結構というかめちゃくちゃ上級者向けなスキルな気はしています。ディアのケツ付近を攻撃する。ああ、そっかそっかそっか。確かにな。ケツ腹一応柔らかいもんな、ディアな。俺いつも頭殴っちゃうんですけど。そう、ディアやってみるか。せっかくだし。ちょっと待ってね。ある。いけるかな？腹を殴っても強いよって言われたから腹殴ってみるか。やろうか。防具やっぱ足りないね。腹ターゲットって難しくないっすか？そもそも。リーゲンには勝てた！おめでとう！じゃあ次ディアブロスだね。レギュラーの武器ちゃんと作ってから行った方がいいっすよ。あー、ちょっと待って、ここか。当たんねー。怖え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 。確かに腹柔らかいね。大丈夫やなこれな。なるほどなるほどなるほど。ここはチャンス。あ、よいしょー。いやですね。腹狙ってみようか。重点的に何すんの。尻尾違うね。走るのちょっと遅延行為だからまずやめてほしいんですけども。当たんね。あ、マジ行きますよ。いや、なんか腹腹なんとも言えんな。悪くないけど。おいしょ。 OK ナイス。背中壊した。やっぱ頭狙うわ。うますぎー。勝っちゃいましたー。ハローマイファーザーたち、ありがとう。キョンさん来てくれていらっしゃいませ。ノーダメージ解除さ。んー、アイテムは渋すぎるわ。ありがとうございます。うますんぎあの砂漠のポークンやっつけはってすごすぎにゃ。こんな手強いモンスターまで現れるなんて、なんだか嫌な予感がするにゃ。なるほど。あ、ん？あれ？これ一周目さ、この、これ次、リオレウスにつなぐ、無意味なチャプターだった気するんだけど、ここ緊急クエなかったよな、一周目。あれ増えた。いや、そういなかったよね。あれれれれれれ、なんだこれ。なんですかこれは。ああ、うるさいな、こいつらうるさいな。あ、そうか、結局スペシャル使ってねえんだった。SP なしで殺せるな。悪くないだろう。ヒーローさんこんにちは、初見です。来てくれてありがとう。何でも聞いてくださいね。えいえいえい、レッツゴー、ジャスティン。いや、潜りの時に SP 入って確かに。いや、もうね、ちょっと片手剣だとさ、さっきみたいにバックステップでヒュッて避けてからの攻撃でまくれちゃうから、あんま SP 使えないんだよな、ディアブロス。方向の時とかに吐きたいけど、ちょっと、いつもタイミング忘れちゃったら吐けないですよね。なかなか、難しいねんな。まあ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 、まあ。いいですね。ありがとうございます。結構あれだな。充実のハンティングライフしてんな。えい。ちょっと、もう一匹やっちゃっていいですか？これだ。俺、確かさ、これ強化できたような気がしていて、やっぱできるよね。えい。おぉ！ちょうど持ってら。我流玉。ショート面白くて分かりやすいのよく見てます。ありがとうございます。おかげさまで、概要欄にもショート動画のリンク貼ってるんで、よかったら見てってあげてください、皆さん。まだ見てない人はね。かっこよくなるね。骨骨してるぜ。カーペタ卒業。カーペタってのは、同じ、同じ見た目の装備に、このジャグラスの皮とかだけペタペタ貼ってるって、そういう意味ですね。アップグレイ
カチコチして出来上がりました。ありがとうございます。これどこまで強化できるかな。なんかめちゃくちゃ要求されるんだ、そうだ。やば。いや。行けるとこまで行ってみようか。ちょっと待って。これ爪20ってやばいな。ん？あ、ちょっとこれ怖いな。やめとこ。なんかいる気がすんだよな、他で。こっちだよね、問題は。これは？いや、そうですよね。我流玉ね。いりますよね。で、これでさ、水属性攻撃が強化されるからさ。これちょっとエグいっすわ。そのふわーってなりますわ。いや、ちょっとこ、ああ、いや。いや、もう第一の決勝もあれだし。ああ。やれやれだぜ。あ、そうか。レイヤーの緊急の可能性あるんで。確かに確かに。1位。ちょっと爪、安易に使えないね。厳しいね。で、しかもこの、この腰ちょっとマジ別のにしたいな。いらないんだよね。これもかといってな。イエナの腰も別にな。使い回せないしな。これは？集中もいらんな。あー、なるほど。ブロス、破壊王。攻めの主星か。いや。素材数バカすぎんだよな、マジでな。お金持ちやっぱ足らんくなるし。ガチ課金勢はやっぱお金、ゼニーにいっぱい課金してるらしいっすわ。素材作んなきゃ。素材じゃない、防具作んなきゃいけないから。レア度1と4の間の素材が一番手に入れづらい。いや、本当にそうで。2、3よな。俺もマジでね。いや、2が一番枯渇してるわ。もうちょっと確率上げてほしいんですけどね。厳しいっすかね。上陸36必要になったら歩いていきます。まあ、健康ゲームとしては大変よろしいのかもしれないですけどね。いやー、ほんとに2が困るよね。ちょっと要求数変えてほしいんだよな、マジで困る。高いよ。高いよ、もうマシか？待って。モンスターの攻撃をタイミングガードしたときに10秒間、おっと、となんか切れましたね。また繋がりました。よかったです。危なかった。やっぱ接続悪いなぁ。さっきもこれでね、トラブってたんですよ。ああ、怖い怖い。お装備、精霊の加護微妙ですかね。精霊の加護は、あ、ボビーノいらっしゃい。ボビーノいらっしゃいというか、さっきからずっと言ったけど挨拶しなかったの。確かにな、かごりたいかもしれんな。確かにね。今さら育てらんねえかーくー。ああ、厳しい。あれ、もうちょっとなんかちゃんと汎用性高い腰が来たらここは入れ替えようか。というわけで、まあ装備待ちっすね。ちなみに、お前は？こうじゃなくて、あ、やっぱ、そっか、強化2になるんだ。ちょっと育てる？牛骨大、接着ロアリ、べー。まあそうですよね。そりゃそうやわと。いやー、やっぱちょっと、そう、防具めんどくさいなー。そう、腰汎用性高いのなくて、今日きついんですよね。右足のかかとに謎の膨らみが、これが？これは？いや、それ病院行ってください。それは病院に行ってください。怖いですよ。ワールドのスラーカーぶっ壊れてたらしい。いや、そうらしいね。一生ミラボリアスの頭パン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 したらしいから、最高です。なかなか難しいねんな。外に出たい、出ないだけではなく田舎だからモンスも使え。いや、そうなんですよ。まあ、引っ越しをおすすめします。うん。東京とか行ったらいいんじゃないですか、ね。おすすめです。じゃあ、こいつから飛来神が出たら課金します。行きましょう。レトレーあ、よいしょ。どうも。君の頭を壊したくて、ここに来たんだよ。なんか、ジャスト回避発動しないね。おっと、いや、これだけは本当に要注意やな。もう、ジャスト回避が避ける術がないっていう、それもどうかと思うんですけどね。あ、よいしょ。あ、よいしょ。怖いね。一応強化したつもりなんだけどな。いいね、いい破壊。これで死になさい。
シアリさんこんにちはです。そう、飛来神だか極来神だかなんかそういうアイテムが欲しくて出るかな。レア語の素材です。出ろ。あー、ま、嘘なんですけどね、出ませんでした。あー、厳しいねー。あー、これ電極神やわ。片手剣激強やで、ちなみに。あー、みんな弓とかライトとか使ってるけど、片手も慣れたらもうめちゃくちゃ強いですから、よろしくお願いします。最高ですね。スカイツリーにダラが巻きつくイベクエ待ってます。ダラーマデュラー俺まだやったことないから普通に出てきてほしいな。さてとて、片手はいいぞ本当に。みんなにおすすめしたい。てかみんな元々片手剣使ってるから、多分片手剣人口が圧倒的に多いと思うんだけど。私ぐちゃんお待ちしてますよということで。でもやっぱな、ちょっとそろそろ防御力不足がなかなかな。まあこっちはもうこれだしな。やっぱ育てるならこれですね。育てるなら腕のこいつか、頭こいつも別に育ててもな。防具を育てる意味がちょっと最近なくなってきてて、一部除いて。グレード6になってスキルが追加されるよってやつもあるからさ、それは育てるんだけど。これとかどうなん、ちなみに。はぁ、ちょっと待って。ガード性能は、つかないね。つかないよね。そうやんな。もう育てても防御しか上がんないよっていう防具あんま価値ないっすね。悲しい。学生は外に出る時間が少ない。学校の中でやっちゃえ。大学生とかだったらめちゃくちゃできるから、大学はちゃんと皆さん行った方がいいですよ。弓外で不審者になるから近接したいけど今更感ある。あ、そうらしいね。そうなんですよ。ゴリパンさんとかも言ってたけど、電車の中とかで、本当に、皆さんフルモードでやんないでくださいね。やばいんで。マジでやばいんで。やめてくださいね。あれ？俺の実家はどっか行った？あれ？俺の実家は？いいなぁ。実家どっか行っちゃった。匿名希望の眠い人、いつも見てます。頑張ってください。ありがとうございます。ぜひ、ショート動画もライブ配信もね。ライブは、週1でやってるんで、多分、大体。見に来てくれると嬉しいです。チャンネル登録してくれてると思うけど、よろしくお願いします。応援ありがとうございます、皆さん。応援、めちゃくちゃ見てます。ありがとうございます。コメントもちゃんと全部読んでます。学校でモンハン普通だと思って、いや、スマホゲーだったらなおさらよね。もう LINE すんのとモンハンなんすんの変わんないっすから、まあ、当たり前にやってください皆さん。学校の勉強はサボらない程度にモンハンやってください。ちなみに今日スマホ買います。ええやん。ちゃんとスペックいいやつ買った方がいいよ。俺 iPhone、 普通の iPhone15 にしたけどすげえいいわ。めちゃくちゃいいです。モンスの頭陣取って弓パンパンすればいいからね。いや、そうなんですよ。拡散意味とかだったら確かにいいかもしれないけどね。早くスラーク使いたい。もう本当に。俺も早くスラーク使いたいです。パンパン。いや、でもスラークだったらさ、明確に、多分パンパンゼミしてくれるじゃないですか。SP 技使ったら。それ最高だと思うんですよね。いいと思います。EEOO さん。初見です。ありがとうございます。アンジャナフの良質な鱗が全く出ません。緊急のギエナで積んでます。いやー、それはね、ごめんなさい。ジャナフを狩るしかないです。下手くそだからタップするだけの片剣があって、ムケさん。ナイスパー、おー、ありがとうございます。皆さんもナイスパーお願いします。いやー、助かります。次回ライブの、ペイントボール台にします。ありがとうございます。ナイスパーです。なかなかね、ジャナフだね、そもそもジャナフをいっぱい狩らなきゃいけないっていうのは厳しくて、その EOO さんが片手剣使ってるんだったら、ちょっとジャナフはね、前足を狙うのをおすすめします。頭狙ってるとね、技がめっちゃ避けにくくてね、前足だったらまだ、比較的避けやすいし、まあ、肉質もまあまあ柔らかいから、あそこジャナフいますね。あそこジャナフいるな。まあ無理だな、さすがにな。突然のうさばらし。いいですね。いや、俺の実家どこ行っちゃった？本当にいなくなっちゃったな。誰か勝った？
殺した？スパチャ演出初めて見ましたが、すごいですね。いいでしょう。せっかくだからつって作ってみてるの、いくつかね。今一応4つあるんで、スパチャ演出。まあ見れたら、全部見れたらラッキーってことで。よろしくお願いします。そうやな、見慣れない人も多いと思うけど、スパチャ演出あった方が楽しいでしょ。そういうことですわ。ありがとうございます。あと何いたっけな？ちょっとまた、見ますね、画面。あ！いました。猫が、ペイントボール投げて、勝手にしまってましたわ。バカ猫が！何してんねん！やれやれだぜ。いやほんとさ、実家さんさ、よくないぜ、そういうのは。なんかおかしいなと思ったらお前だったのが。ほんとさ、いや、これでもうさ、合うか合わないかの勝負になっちゃってるから悲しいよ。俺は悲しいです。星さん、友達へようこそ。ありがとうございます。内面でございます。内面だけどナイスパのやつ出しとくか、せっかくだし。皆さんにお見せしましょう。どんなナイスパ演出があるのか。内面です。メンバーに入ると、スタンプが使えるよ。いろんなスタンプあるから、みんなで見てみよう。全部出します。よいしょ。ストーン、パチン。はい、今、メンバーになると使えるスタンプこちらになります。ちなみに290円で、メンバーになれるんですけど、590円プランに入ると、ディスコードで足立と直接会話をしながら、メンバー配信を楽しむことが、できたりします。さらに上のプランもあるんですけど、そこはもう、応援プランなので、入れる方だけ入ってくれると大変ありがたいですね。内面、ありがとうございます。やっぱ猫野郎はちょっと人の実家を動かさないでほしいんですよ、勝手に。アンノンさん、フレンド招待。ああ、ごめん。フレンドじゃないんですよ、ここに貼ってるの。ね、招待コードなんで、ちょっとフレコは今ここには貼ってないです。ちょっとすいませんけど、よかったらちょっとツイッターとかに貼ってると思うんで、そこを探してもらえるとありがたいなと思います。ちょっと今後、モンハンを、なおやる上で、ここにフレンドコード貼っちゃうと、ちょっとパンパンになるのは困るなと思ったんで、ね、よろしくお願いします。ということで、こいつ、実家の解体作業に入りますね。はい、行きまーす。こいつさ、腹壊して、頭壊しての一連の流れでめちゃくちゃドタバタするから可愛いんだよね。怖いねー。あ、よいしょ。あ、よいしょー。まだまだだ。なんでこんな広まないんだ、こいつ。無敵か？あ、この攻撃当たる？気持ちいい。腹壊れろ！ダメでした。実家さん、バイバイ。ただし、俺の実家、皮と鱗と縦紙に変わって全部なくなっちゃいました。ああ、悔しいな。悔しい！よし。ちょっとな、前足に座れてたみたいだな。なかなかやりますね。この SP ゲージが溜まる前に死んでもうてたわ。それで、来週ももしかしたら同じモンハンライブやるかもしんないけど、モンハンナウのライブか、次の実家枠が誰なのかちょっとお楽しみにしてください。まずそもそも、あんま家の近くに湧かないから今回たまたま実家いたけど、出てくるかどうか、なかなか怪しいですね。あ、誰か誘ってくんねえかな、一狩り行こうぜ。来ないかね、難しいかな。とりあえずこいつ実家にしとくか、今な。あと一匹誰だっけ？あ、レウスだな。ペイントボールあと一個しかないんですけど、リオレウスが最後控えてるんで、そいつぶっ倒したら、おしまいにしましょうか。やっぱ、あれだね。モンハンナのライブやってみて思ったけど、2時間、持たないね。2時間持たないっすわ、これ。
いいですね。皆さんが、いろいろ死ぬほどコメントくれたら、ちょっともうちょっとはかどるかもしれないですけど、なかなか皆さんもね、見る線の人が多いと思いますので、コメント強要するわけじゃないんですけど、主さんくらいしか QR しかないんじゃないですか。ん？主さんくらいしか QR、ちょっと解読できなかった。そう、狩りがコンパクトなんですよ、めちゃくちゃ。アマツマガツシ1匹倒してる間に、こっちだったら多分、モンスター10匹くらい狩れるんじゃないかな。ナウでの体験はかなりやりづらい。メインはボウガン。いいですね。やっぱメインボウガンはね、いいと思うよ。メインボウガン弓、片手剣。うん、わかる。本当にわかる。フィアリーさん、ペイントボール台いいんですか？お答えしましょう。いや、助かるな、ペイントボール台は、マジで。よっしゃ、ナイスパ、おっと。ナイスパー！ありがとうございます。いいナイスパですね。うわぁ！急に、めちゃくちゃ瞬間移動した。わかないか？ここわかないか？周りおらんか？クソゲーだ。そして実家に少しずつ帰っていく足立。言われちゃって言われちゃってる。フィアリーさん、ナイスパーありがとう。めちゃくちゃ助かりますね。いや、そう、ペイント枠なー。欲しいし、ペイントボール安くしてほしい。いろいろと困ります。あ、猫ちゃんかわいいね。見てこれ、猫ちゃん。かわいいね、これね。何に向かってなんか手振ってんのかわかんないけど。ハエを取ってんのか？かわいいね。ペロペロ。じゃあ、ちょっと最後の一匹いきますか。お待ちください。このリオレウスをポチッと。やってきましたー！これか。いやーちょっとなー、これ終わったら周りに星6の飛びかがちいないか探してきますわ。ペイントで遠距離もあるって言って、いや本当にそう、モケモケの言う通り。また切れた。どういう理屈？また帰ってきた。なかなかやっぱちょっと接続のために特殊な機材を使ってるから、たまに切れちゃうことありますね。はい、申し訳ございません。なんとか今復帰するけど、ダメになったら、その時は、クレーム言いに行きます。なかなか、難しいねんな。さ、最後の、一発、決めてやるよ。ゼニーで帰るようにしてほしいよな。いや、実際そうで。ハマった！お前には惜しみなく使ってるわ！コッコ！はいよー！気持ちよすぎー。カモン、ベイ。これも避けます。いや、当たんなかった。はーい。ハローキティ。でも当たんないね。ここの尻尾。尻尾いい、尻尾いい。いい、よくない、いい。いいです。とてもいいです。ありがとうございます。わあ、また切れた。おい、大丈夫か？熱くなってんのか、スマホ。いや、スマホ関係ないよね。やっぱ、あれだね。ジャンク品なのかな？ゴミカス。いや、素材もゴミカス。悔しい。15時にモンスター配置変わって新しいもんつか、確かにな。確かにな。いいか。ちょっとタイミングが、もうちょっと近かったらな、待ったかもしれんけど。いや、いいですね。いいハンティングですね。ハートいっぱい来てありがとうございます。ラブリー、チャーミー、仇役、あたしです。あと20分ちょっと長えな。やれやれだぜ。じゃあちょっと改めて告知しますよ。せっかくだし、ちょっと画像貼るか。ちょっと待ってくださいね。メンバー、よいしょ。どう皆さん、ちなみにさ、モンハンナウのライブこれ見てて、普通にどう？まあ悪くないかなって感じ。来週もやっていいですか？ちょっとそのためにペイントボールでかき集めるって作業があるので、ぜひ皆さんちょっと、左の招待コードをね、まだモンハン始めてないよとか、アカウントをもう一個作ってやろうかなって思ってるみたいな人がもしいるんだったら、ちょっと招待コードで、ぜひぜひね、この、貢献をしてくれると大変助かります。マジの切実で。ありがとうございます。
タイム関係あるのかな。いやー、あるにはあるね。あるにはあります。C と B では天と地の差かもしれないですね。あ、いいですか？楽しいですか？面白いですか？今日の夕方やってもらってもいいですよ。なんとこいつ。渋谷さとし。急に出てきて。いやー、ありがとうございます。いや、ほんとちょっと夕方もやりたいけども、今日の夕方っていうか4時からは、メンバー限定のね、配信をやろうかなと思っておりますので、こちらですね。毎週ですけど、メンバー、普通の配信が終わった後にですね、メンバーの配信をやるように最近していましてですね、第15回は、モンハンサンブレイクの参加型、劣化襲来などなどをやりたいと思ってますんでね、はい。ぜひぜひよろしくお願いいたします。一応4時からやる予定にしたんだけど、ちょっと早めにやってもいいかなとも思ってはいてですね、まぁ、ちょっとそこどうなるかわかんないです。まぁ、ぜひぜひ、皆さん見に来てくれるとありがたいなと思います。はい。そう、卵運搬ではないですね、今日はね。普通に狩りに行ったら、でもちょっと途中で卵運搬やるかもしれないですね。別に普通に飼っててももう面白くなくなってるっしょ、みんな。サンブレイク。多分ね。なのでちょっとそういうのはあるかもしれないですね。はい。ぜひぜひ。星高いのは結局タイム伸びちゃうからね。いや、そうなんですよ。欲しいアイテムが出ない、モンスターで、欲しいアイテムが出ないモンスターで、というかまあ、レア5とかの素材がいらないんだったら、わざわざ、ね、星6モンスターとか、いちいち狩りに行かなくても、その辺の弱いモンスター飼ってた方がお得っちゃお得なんですよね。明らかにね。V 破壊とタイムな、両方関係あるならまだわかるんですけどっていう。なかなか、難しいねんな。まあ、という感じで今日は終わりにしましょうかね。はい。ちょっとなんかさっきやべえのが出ちゃった気するんで、アーカイブはちょっと残せないかもしれないんですけど、まあちょっとそこご勘弁いただけるとありがたいです。じゃあちょっとね、今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。あれですね、100人以上見てくれて皆さんありがとうございます。ぜひぜひ高評価もね、最後ポチッと終わり屋につけてってくれると非常にありがたいなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、じゃあこの辺で終わりましょうか。あ、塩辛さん、配信お疲れ。ありがとうございました。地球に晒しちゃってる。地球に住んでる晒しちゃってごめん。もうごめんなさい。地球に住んでる俺の方が悪いですよね、これはね。はい。ソラさん、ありがとうございます。フィアレさん、お疲れ様。ありがとうございます。じゃあ、この辺で終わりにします。ありがとうございました。バイバイ。アイムクさんもお疲れ。バイ。